Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. Think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. Think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen. Find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. Broken record.
what about the chance we would take? What about the dreams we unravel? はい、ということで軽くメイクをしていこうと思います。で、その前にちょっと今日はこれを貼っていきたいと思います。最近本当気圧とかで頭痛がしやすくって、結構ここら辺が凝り固まってきてるので、こういうものをね使っていこうと思います。で、こっちのこのピップエレキ版の MAX200 っていうのがよく使ってるんですけど、これ本当によくって、なんかちょっと頭痛がするなとか起こりそうだなっていう時に、こんなにでかいね磁気のピップエレキ板を凝ってるこの首のところに貼ると本当にね楽になるんですよ。そうだからこれめっちゃいいと思って、これはよくね使ってますね。で、これ初めて買ってみました。スポール板、これは肩の凝り、筋肉の痛みにいい痛くない針治療だそうです。ピップエレキ板とかの磁気ではなくて、こういう針がねついてるみたいです。で、これの近くに売ってたので買ってみました。で、なんか結構前にこれ使ってみてくださいっていう DM をいただいたような気がするんですよね。確かこれだったと思います。だからね、ちょっと今日は貼ってみたいと思います。こんな感じの袋に入ってますね。おー、本当に針だ。ちょっと見えづらいと思うんですけど、こんな感じになってます。ちっちゃい針がついてますね。え、すごっ。で、針が折れないようにスポンジも入ってます。これ首に貼っていいのかな。首はダメとは書いてないんですけど、肩と首の間とかのところとか、ここの肩に貼ってみたいと思います。こんな感じになってますね。で、針だけど痛くないらしい。で、凝りがすごいところに貼っていきます。あチクッとはするんですけど痛くない。刺さってるかはわからない、はい、こんな感じで貼ってみました。で、痛みはね本当にないですね。最初の針が触れてチクッとするぐらいで、他は全然痛みはないです。で、今は頭痛とかないし、こう肩が痛いなっていう感じが今ないので、どうなるかわからないんですけど、今日一日つけてみたいと思います。これまたよかったらね報告します。はい、ということでメイクをしていきたいと思います。
はい、メイクはこんな感じです。これからねスーパーに行くんですけど、それだけなので軽くメイクをしました。だけど一応キラキラさせておきましたはい、ということで着替えてきました。全体はこんな感じです。で、あとこちらの帽子をかぶります。日差しが強いのでこれをかぶります。今日はおしゃれというかラフで、あとカバンはこちらです。これね、買ってから全然使えてなくって、なので今日は使っちゃいたいと思います。フィラのモコモコのカバンです。ライトパープルでちっちゃめのカバンがすっごい可愛くて一目惚れしたんですけど、私のアウターって結構モコモコしてるものも多くって、モコモコかけるモコモコになってしまってなかなか使えてなかったんですよね。まあ季節外れっていう感じはするんですけど、あの可愛いから使っちゃいます。で、ここにお財布とエコバッグを2つ入れて行ってきます。で、これにグレーのマスクをつけて、はい、こんな感じのラフな幼稚園スタイルで行ってきたいと思います。ではお買い物行ってきます。はい、手洗ってきました。ということで簡単にね買ってきたものを紹介していきたいと思います。でもうお昼なんですけど、もうすっごいお腹空いたので、あのお昼もちょっと買ってきました。はい、まずは納豆、キウイ2つ買ってきました。そしてお昼食べようと思ってるパン、豆が入ってるんですよ。こういうパンねすごい惹かれがちで買っちゃいます。そしてキュウリ、これは夜サラダに使おうと思います。で、今日行ったらなんとこれが大量に売ってたので買ってきました。で、私はカフェラテしか飲めないので私の分は2つで、旦那さん用にブラックを買ってきました。これね、すっごく美味しいのでおすすめです。そしてこちら量り売りのナッツとドライフルーツを買ってきました。じゃん、これは自分でセレクトするんですけど、レーズンとクランベリーとブルーベリーのドライフルーツがあって、ミックスナッツとこの緑のものがかぼちゃの種で、で、ここにあの細長くなってるアーモンドと最後に1個ドライマンゴーを入れてきましたまだ隙間があったので。で、これをあの今日食べた朝のヨーグルトの中に入れようかなと思って買ってきました。次、こちらジャージャー麺です。こういうね、インスタント私買わないんですけど、韓国風のジャージャー麺がどういう味するのか気になったので買ってみました。で、最後は大量なんですけどこちらです。冷凍のスープです。伊勢丹三越ザフードっていうブランドらしいんですけど、これがすっごく美味しかったのでまた買ってきました。この間食べてリピートしたのがこの2つです。玉ねぎスープとトウモロコシと紅はるかのスープです。これすっごく美味しいのに調理も簡単なのでめちゃくちゃ気に入りました。で、こっちの玉ねぎスープはちょっと濃いめの味なので薄めたりとか、あのオニオングラタンスープにしたりとかするといいかなって思います。これとってもおすすめで、他の種類も気になったのでいっぱい買ってきました。これも絶対美味しいなと思ったのでこれも一つと、オマールエビのビスク、あと6種野菜のボルシチで、もう一個はグリル野菜と麦餅のミネストローネで、今日はこのミネストローネをお昼に食べようと思います。これとってもおすすめなので見つけたらぜひ食べてみてください。はい、ということで購入品は以上です。で、今日のお昼はこのスープとこのパンを食べていこうかなと思います。でもちょっとこれじゃ足りないのでサラダを作ろうかなと思います。Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. はい、で、こちらのスープはこのまま解凍するだけでいいんですよ。めちゃくちゃ簡単です。何でもいいんですけど、お皿に乗せてチンします。Teenagers with too many feelings
time. Way back when we didn't care what they said. People could stare. I didn't give a damn 'cause I was being next to you. Way back when we didn't care what they said. People could stare. I didn't give a damn 'cause all I needed was my friend. Way back. And we started up a band in my garage. We thought our dream would take us so far. But after a week or so, はい、こんな感じでできました。ここに蒸気口があるので、このまま電子レンジで温めても全然平気なんですよ。爆発することはないです。これでお皿に開けていきます。Stop the time right now. Way back when we didn't care what they said. People could stare. I didn't give a damn 'cause I was being next to you. Way back when we didn't care what they said. People could stare. I didn't give a damn 'cause all I needed was my friend. Way back. ではいただきます。野菜もなんかシャキシャキしてるし美味しい。しっかり味がついてます。でこれは結構具材が多めなので食べ応えあると思う。めっちゃ美味しいこれ。うん、中のもち麦も美味しい。はい、ということで今回はこんな感じの動画でした。久しぶりにホーム Vlog を撮ってみました。で今回は何気ない日常を撮ってみました。またこういうホーム Vlog も撮っていこうかなと思います。ということで今ね、朝ごはんと、お昼ごはんの洗い物が残っているのでこれを片付けたいと思います。ということで今回はこんな感じの動画でした。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。